おしょろ丸は、北海道大学水産学部が保有していた、練習船。本項目では、1983年に竣工した4代目を、取り扱う。おしょろ丸の大船として、水産学部の学生を対象とした航海、運用、漁業、海洋学、生物学の実習、及び海洋観測、漁場、生物資源調査を行うため、三井造船玉の事業所で建造され、 1983年12月23日に竣工した。2008年には内閣府からの協力要請を受け、8月18日から8月24日まで北方領土母山公海を行った。18日に函館港を出港、20日に母山団を花崎港で乗船させた後、ハボ前群島へ向かった。悪天候が懸念されたが、天候の回復により、 水晶島の秋味場墓地、秋百合島のおたもい墓地、百合島のとこま墓地の3カ所に上陸、北海道庁主催による慰霊祭が開催された。22日に花咲港に入港して母山団が下船。本船は24日に函館港に寄港した。北海道大学の練習船が北方領土母山公会に協力するのは1994年の北西丸以来。 15年ぶりであった。その後、本船は2010年まで3年連続で、北方領土母山公開を行った。2014年7月、オショロマルの就航により引退。その後、海洋エンジニアリングに売却され、第一海洋丸となり、回収を受けた後、2015年4月から海洋調査船として就航している。選手桜及び、 朝鮮ビロを有する一層甲板船で、船首桜と船橋の間は、ウェル甲板となっている。船体設計にあたっては、実習、観測、調査を行うため十分な復元性を有するよう、考慮されており、北洋の航行を想定して、n k 1 0級の CE クラス対氷構造を取得している。機関部は、NK の認定は受けないものの、機関区域、無人化戦争等とされており、 必要とされる監視装置等を設置、機関制御室からの集中監視が可能な仕様となっている。漁労設備として、センビトロール設備、マグロハイナー漁、酒マっす流し網漁、イカ釣り漁の設備を装備、漁群探知機、ドップラー式水中流速計、漁網監視装置を搭載する。観測設備として、採水ウィンチ、CTD ウィンチ、 フランクトンマグネット、水中テレビなどを装備するほか、ドライラボ、セミドライラボ、ウェットの3つの研究室を有する。現、ユラ装置として固定周期型の原用タンクを有していたが、フィンスタビライザーはなかった。選手に、漁動用のウェルカンパンがあるために還元が低いので、復元性は厳しくなりやすい船型であったが、対抗性は良いと評価されていた。 上部構造物は軽量化のためにアルミニウムの使用が一般的であるが、本線は陶器に着氷した氷をハンマーで除去するため鋼鉄を使用しており、復元性を厳しくする要件であった。ありがとうございます。